友人と会った時に自分の目の下の膨らみが気になりました。自分より年上なのに自分の方が出て見えるのに悩んでいました。熊取大ちゃんに熊取をお願いしようと思います。頑張ります。びっくりだね。僕もびっくりしました。これにあったらやっぱりびっくりしますね。